対人戦が苦手な人必見、毎日10分でプレイヤーキルが得意になる方法をお伝えします。はい、皆さんシーズン4楽しんでますか？レワキチャンネルのレオンです。今回は新しい環境でも立ち回れる中級編の対人戦練習方法をお伝えしていきたいと思います。この動画はランクで言うとエース帯までで、現在伸び悩んでいる方向けに作成しております。イメージとしてはチーム戦で出かけて戦闘でバリバリ活躍できるようになりたい、チームの中でキル数を一番稼げるようになりたい、そんな方をイメージして作成しております。実際に僕がやっていた練習方法になるので、ぜひ試してみて自分なりにカスタマイズしてみてくださいね。ちなみに初級編はこちらでお伝えしているので、練習してみてちょっと難しいなって思った方は前回の動画を練習してみてください。確実に上手になるかと思います。また指の本数の話になるんですが、スマホで2本指でもできるんだけど、できたら今回からは3本とか4本とかにチャレンジしてもらえるといいかなと思います。でもね、無理はしないでほしいんですよね。これ慣れてないと指がつっちゃうんでね、そこはちょっと気をつけてください。またジャイロを使用している人も使えるような内容になっていると思います。でも僕はね、ジャイロを使えないんで酔っちゃうんですよ。ジャイロ使うと酔っちゃうんで、使える人はね羨ましいなって思ってます。それではお待たせいたしました。では今回の練習内容についてお話しします。今回は3つ紹介したいと思います。1つ目、リーン打ち。2つ目、リロードと弾込め。3つ目、グレネード投擲練習。以上3つです。あれ、ジャンプ打ちはって思う方もいるかと思うんですけど、残念ながらね、シーズン3までは強かったジャンプ打ちがシーズン4では弱体化してしまったので、ジャンプ打ちをこれから練習するぐらいだったら、今回の動画だったり前回の動画でエイムの精度を上げた方が確実に立ち回り強くなると僕は思うので、とりあえずこの3つをやってみてくださいね。はい、では訓練所を使ってですね、今回の練習方法をお伝えしていきたいと思います。まずはリーン打ち、1つ目のリーン打ちからですね。こちらはですね、まずは一番左のこの木のターゲットを使って練習してほしいんですけど、まあ、このね、真ん中の標的に合わせてって形でやりたいんですが、まず、なんでリーン打ちを覚えてほしいかっていうと、このリーン打ちはですね、めちゃくちゃ強いんですよ。で、強い理由は、遮蔽を有効活用できるからなんですね。どういうことかと言いますと、まあ、例えばこれ目の前に壁があります。まあ、こっち廊下だったりとか、ここにね、障害物ありますと。で、壁の向こう側ね、この標的がいるとします、こうやって。前回お伝えした、この飛び出し打ち。まあ、これ強いんですけど、さらにもう一段階。強くなるためにこのリーン打ちを覚えてください。これ見てください。ほら、これね、何が前回のと違うかというと、体の出てる面積が全然違うんですよ。こっちリーン打ちしますね。ほら、このぐらいで体をすごく隠した状態で相手に攻撃できるんですね。つまりダメージを受けずに相手を倒すことができるっていうようなものになるんですね。だからすごくリーン打ちを使ってほしいんですよ。これができるようになると対人勝率かなり上がります。で、このリーン打ち、あんまり本当は教えたくないんですけど、意識してほしいことがあります。左壁の法則、これ絶対覚えてください。左壁の法則。左側に障害物や壁がある状態で、この右のリーン打ちを覚えてください。これね。これなんでかっていうと、この皆さん銃をちょっと持ったイメージしてほしいんですけど、銃を構えた状態で、このリーン打ちのアイコンありますよね。人がこう傾いてるやつ。これ、例えば、右に押してみると、こう、体を右に、ね、ずらすんですよ。右に傾けてるんですよ。皆さんもちょっとやってみてほしいんですけど、銃を持った右に構える。ね。で、戻します。じゃあ次は、左に傾けますよ。左ちょっとやってみてください。体めちゃくちゃ出ません？これね、左側のリーンは体がすごく出ちゃうんですよ。これ、左利きだったら変わるかもしれないんですけど、基本右利きのゲームになっちゃってるんで、だ左側のこのリーンっていうのは体がすごく出ちゃいます。あ、もちろん使って倒すこともできるんですけど、自分の被弾率上がってしまう可能性があるんですよ。まあ、ただ使わなきゃいけない時は使うんですけど、ただできるだけ敵と戦う、は突っ込んでくるなーってなったら、まず自分の周りを見てみて、お、左側使える。左側に壁がある、物があるってなった時に、
このね左側のリンを試す、打ちながら引っ込む、打ちながら引っ込むとかできるので、ね、もちろんこれね、このリン打ちの練習、ここを使ってこうやってね壁打ちの練習とかも全然できますので、これねちょっとやってみてください。でちょっと話がちょっとそれちゃったんですけど、ここから本格的にねじゃあ練習してお仕事をお伝えします。これ真ん中に立っていただいたら、こうタップしてリンしますよね。でこの時にゆっくりでもいいので、右のリンしたこっちの的の頭に合わせる、で戻す、じゃあ左側はこっちの的ね、こっちの的に合わせて戻す、合わせる、合わせる、戻す、合わせる、戻す、真ん中も使ってもいいです。真ん中のやつに合わせる、合わせる、この左右を繰り返してほしいんですね。まずはもう全然エイムずれちゃっていいんで、で慣れてきたらどんどん速くする、こうやってパッて合わせる、こうパッて合わせる、でまずはリンをする、切り替えるっていうのを覚えてください。でこっち終わりました、こっちもやったよ、慣れてきたよってなったら、マネキンを使って実践をしていってください。マネキンも、まあ、この真ん中のね、マネキンに合わせて、ここに立って、じゃあ、左のリンはこっち。右のリンはこの人。左の人はこの人。右はこっち、みたい。で、やって、で、打っていきます、どんどんこうやって。こうやって。戻しても全然いいです。こうやってです、クイックで合わせて、こうフィッと合わせて打っても全然いいですし、とにかくで、ね、今度は打つことに慣れてください。こんな感じでこうやって、真ん中の人もちろん打ってもいいですよ。こうやってリンをして、とにかくリンの速さ上げる、こうやってリンでとにかく速くしていってください。で慣れてきました、次はですね、このスタートとストップのこのねマーカーがあります。このスタートの下の打っていただくと標的が今度動き出しますので、難易度上がっちゃうんですけど、今度はこの動く的に向かって打つ、こうやってね、こうやって打ちます。こんな感じで、もう全然ね倒せなくてもいいです。先に的が倒れちゃう時もあるんですけど、そんな気にせずにもうどんどん打ってください。もう連射してもいいです。とにかく頭を狙う練習を頑張ってやってください。でマネキンね、これずっとガチャ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 うるさいんで、このねストップってところ打てば止まりますと。これで大丈夫です。で、最後。ここの的。ここはね、遠距離のね、練習ができる場所になってます。5メートル、15メートルと同じね、先ほど打った的がありまして、まあ、25メートルを押すと、この標的が25メートルの位置まで移動してくれます。で、移動した標的に向かって、リンをして打つ。打ち切る。よいしょ。で、今度は左、反対側も同じに打ち切る。練習してください。距離感ですね。自分が使っている武器の距離感が見えてくると思います。こうしてると。だからこの25メートルちょっときついなとか。お、15メートルめちゃくちゃ当てやすいぞとかっていうのはね、こうやって見てください。僕は MPX なんですけど、15メートルぐらいから20メートルは大体もうこの距離すごく打ちやすいかなって思ってます。だから武器によってこの距離がいいんだなって見えてきますので、これもね、ぜひ練習してみてください。で、リン打ちなんですけど、おすすめの設定がありまして、ちょっと見づらいかもしれない。ちょっと僕ちっちゃくしてるんであれですけど、歯車のマーク、これね、押していただくと、歯車を押すと、設定画面に飛ぶことができます。グラフィックとか感度とかね。で、ベーシックってところ、ここの一番下に、これね、一番下にリンモードっていうのがあります。今、最初はですね、多分タップ打ちになってると思うんです。タップっていうのはオンオフですね。押したら構える。押したら解除する。っていったものになってるんですけど、僕はいつも長押しにして戦ってます。長押しっていうのは押してる時だけリーンするってやつなんですね。だからリーンの切り替えがすごく早いです。でもこれがですね、多分初心者の方とか慣れてない方使うと頭混乱しちゃうと思います。僕も混乱しました。慣れてなかったんで。ですので皆さんは最初タップ打ちで練習してください。タップ打ちを使っていって、タップ打ちから切り替えてみたいなって思った時に練習してみて使えるようになっていけばいいかなと思いますので、最初はタップ打ち練習してください。そしてジャイロを使われてる方、こちらですね、ジャイロと組み合わせるとめちゃくちゃ強いと思うんですよ。ただね、また難易度がね、跳ね上がると思いますので、ジャイロを使われてる皆さんはぜひこちら使ってみてほしいなって思います。で、二つ目のリロードと弾込め、こちらの話していきたいと思います。なんでリロードって思われるかもしれないんですけど、これね、めちゃくちゃ大事です。
僕も忘れちゃいます。玉込み忘れて負けたりってやらかすこと多いんですよ。だから皆さんには僕みたいにならないようにリロードのタイミングと玉込みのタイミングの練習方法ですね、教えていきたいと思います。これ皆さん敵とね、接敵しますよね。奥に敵がいました、撃ちます、リロードします。そしたらバックを開いてすぐに玉込み、これこれです、これを覚えてください。撃ちます、リロードします、弾込めします。この流れです。これは自分の押しやすい位置に弾ね置いといてください。僕は今いろいろ動画の撮影たびこういろいろ詰め込んでるんですけど、弾はですねこのマガジンの横とかにですね置くとすぐにリロードがしやすくなりますので、撃ちます、リロードします、はい弾込めしますと。最初絶対難しいです、これ切り替えてやんないといけないので。ただできるようになると戦闘中の弾切れを起こしにくくなることと継戦能力がすごく上がります。なのでこのね癖つけてほしいんですね。でこれは敵が遠距離とか中距離で戦っている時だったら全然大丈夫なんですけど、至近距離の近距離で敵と出会ってしまった場合の練習方法なんですけど、近距離で出会いました、この時は基本全部打ち切る覚悟で戦います。打ち切ってすぐ離れて、この離れてからリロードして足音が近くになかったら弾込めです、これで敵が近くに来たらキャンセルボタンを押せば止めれます。そして今打ち切りましたけど、なんで打ち切るのが強いかというと、近距離の打ち合いっていうのはどっちが先で頭に弾当てれるか体力をなくすかの勝負なんですよね。だから自信を持って打ち切る、とにかく当てる。で当てたら敵が下がったりします、隠れたりとか、そのタイミングで打ちながら引いていってまたちょっと隠れて弾を補充する。で逃げながら先ほどお伝えしたこのね左壁の法則ができる場所であれば、さらにそこに隠れることができるとなおグッドです。で敵が詰めてこないなっていう時にね、こうやって弾込めしてください。1発2発3発でもいいです、詰めれるのが。全然ね弾が込められなくてもとにかく入れてください。敵も弾を撃ってる場合は向こうも弾を込めなきゃいけないんですよ。こういった硬直する時間ができるので逃げたりだったりとか、逆にこっちが詰めたろうかなとか、いろんな考え方がそのうちできるようになりますので、とにかく最初皆さんは撃ちます、リロードします、弾込めしますと。これ撃つ、リロード、バック開いて弾込め、撃つ、リロードする、弾込め、これ覚えてください。これだけで全然変わってきます。で近距離の場合は打ち切る、逃げる、リロードする、弾込めをする、これです。でこれは一部なんでね、あくまで僕がやってる練習法の一部なので、皆さんアレンジしちゃって全然大丈夫です。まあ、同じ状況とほとんどないと思いますので、いろんなことを頭の中で妄想して練習してみてください。全然しゃがんで打ってリロードとか、匍匐して頭隠してリロードとか、こういったことができるようになれば皆さん戦略の幅が広がりますので、ぜひいろんな方法で練習してみてください。では最後3つ目、グレネード投擲練習。これね今回目玉って言ってもね過言ではないぐらい練習してほしいです。グレネードは初心者の皆さんねあんまり使わない方多いんですよ。これね絶対使えるようになってください。全然ね勝率が変わります、勝てるようになります。その練習方法をお伝えしていきます。まずグレネードはこのね右下にグレネードのマークを押すとこうやって持ちます、手にね。で射撃ボタンがグレネードのマークに変わります。でグレネードマークを長押しするとこうやってね1回目のピンを抜いて持ったままにできます。で画面に出ている白い線がグレネードの投げる軌道線ですね。この白い線に沿ってグレネード飛んでいくって覚えてください。では投げてみますね、こんな感じで。で爆発すると。でグレネードをいっぱい僕今回持ってきてるんですけど、皆さんね1個ずつでもいいので買っていただいて、とにかく投げてみてください。投げる練習、こうやってとにかく投げる、こうやって投げていく、どんどん。で投げていくと、あこのグレネードはこのぐらい爆発するのに時間かかるんだなであったりとか、あこの範囲の敵倒せるんだであったりとか、グレネードのね癖っていうのが分かってきます。でグレネードの癖とか特徴分かってくれば、実戦で
使えるような知識になってきますので、グレネード投げて感覚掴んでみてください。で、皆さん、グレネード投げ方が2種類あります。このマークを押していただくと、こうね、赤色が何か切り替わってると思うんですが、これね、下投げです。手前側に投げるって言ったやつです。こうやってポイって下手投げは近距離専用の投げ方になります。目の前の敵であったりとか接近してくる敵に対して使うものになります。上手投げは遠くにいる敵に対して使うものになります。この2つの投げ方をですね、たくさん練習していただいて、距離感と方向を覚えてください。で、訓練上ダメージ食らっても装備はなくならないので、もう全然気にせず被弾してもいいんで、もうどんどん投げてください。今皆さん、グレネードを投げる感覚っていうのを練習されたと思うんですけど、もう一段階上に進んでいただきたいんですね。では皆さん、グレネード構えます。今ね、これ安全ピンを一つ抜いた状態なんですね。で、グレネード投げるときにすぐに爆発しないと思うんです。これは安全装置がもう一個かかってるからなんですね。で、これを今これピン抜きましたね。もう一個ですね、このグレネードのマークもう一個ありませんか。この白いなんかピンの絵が描いてるやつですね。これを押すと外します。で、なんか点滅してますよね、ドーンとはい、皆さんこれ経験あるんじゃないでしょうか。てか味方の人がグレネードで自爆したりするのを見たことないでしょうか。これがグレネードの安全ピンの2段階目起爆させるスイッチを押したみたいだと思ってください。で、これもちょっと練習してほしいんですね。こうピンを抜いて点滅して投げる、これを覚えるとグレネード、このタイミングでさらにこれを使って投げれば、ここで爆発するなっていう練習ができます。で、これがめちゃくちゃ強いです。よく強い人とかがグレネード構えます、すぐに投げるんじゃなくて、なんか手に持ってたりすることあると思うんですよね。あれは一回ピンを抜いて、もう一回ピンを抜いて構えておいて、爆発するタイミングを見計らって投げ入れて、で、敵に直接ダメージを与えようっていうことなんですね。すごく難しいです、これは。下手すると自分を巻き込んじゃいますし、味方巻き込む可能性があります。ただこれができるようになれば、皆さん本当に対人強くなります。なので、グレネードこの投げる練習だけは絶対にね、これもやってほしいです。で、グレネードね、このピン投げるときに戻したいって思いますよね、皆さん。グレネード解除したい、投げたくない、どうしようってなって、こうなっちゃうと人がね、いらっしゃるんですよ。あ、グレネード抜いちゃった、どうしよう、直し方わかんない、大丈夫です。武器のアイコンを押すと戻せますのパターンと、もう一個はですね、この赤いグレネードの線が入ってるやつあると思います。これを押すと、はい、グレネード、ね、やめますと、はい、しまいますと。だからね、これでハイエナする人の目の前でこれやってください。もしあれだったら、こうやって、こうやって。これね、脅迫です。これね、結構効きます。火炎瓶もいいですよ。火炎瓶を持って、目の前で出し入れするだけでもかなりね、圧迫感あるんで、これ覚えてください。まあ、武器返せっていうときは、このカチャ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 音が聞こえるときは、もしかしたらハイエナされてるか、した人はいると思ってください。まあ、余計な知識があるんですけど。で、グレネードの種類に1個だけ気をつけてほしいのがあって、こいつ、この丸っこい、これ束縛グレネード、これだけね、気をつけてください。これピンないです。ピンはないんですけど、こうやってすぐ投げて爆発する。で、こう敵に当たるとアーマーとかで吹き飛びます束縛の気をつけてほしいところがあって、これね、こう例えば投げようとするじゃないですか。で、間違えたって、こうなるとこうなります大惨事です。敵にダメージ食らってないのに自分死にかけです。手足吹き飛び、アーマー見てください皆さん。僕これアーマーですね、5アーマーです。5アーマー、頭4ヘルでバイザーもつけてるんですけど、もうぶっ壊れそうです。だから束縛はすごく癖があるグレネードなんですよ。ちょっとでも壁に一発でもかすりでもしたら爆発します。だから束縛を投げるタイミングはすごく難しいので、これ練習してください。使えるとめちゃくちゃ強いです。僕がよくやってるテクニックは、敵がね、この壁の裏にいますと、で、まあ、隠れてるとか、もう撃ち合ってると、で、硬直状態になってる時、こんな感じでね、撃ち合ってる、でも決着つかないなって時に、あ、束縛 R じゃんで入って、こんな感じで、これめちゃくちゃ強いです。
避けようがないです。近距離でやられたら。というようにですね、束縛ね、いろんな使い方がありますので、ぜひ練習してみてください。はい、というわけで今回の動画は対人戦が苦手な人必見、毎日10分でプレイヤーキルが得意になる方法、こちらをね、お伝えさせていただきました。この3つをね、練習していただければ、チーム戦で出かけた時に、たくさんね、プレイヤーを倒せるようになったりとか、バリバリね、前線で活躍できるような方になっていけると思いますので、ぜひこの練習法を試して強くなっていただければなと思います。次回はさらにこのテクニックを応用した上級編、こちらのね、解説動画を作りたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。コメントで動画の感想もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。